どうも、こんばんは、NM です。今回は、東京グールリ・インボーク、ピエロを駆逐せよの A に、こちらのパーティーで挑戦していきたいと思います。今回は、最強のグール、フクロウの火力検証ですね、をやっていきたいと思います。ちょっと、ピエロなんでね、急ぎなんで、ちょっと説明は、おいおいするんで、とりあえず行きましょう。はい、とりあえずピエロの戦闘画面に入りました。じゃあちょっとだけ解説をねしていきたいと思います。今回僕グール側なんで、敵の駆逐対象が人間8と誰だったっけな、8とあシラギンか、シラギンなんですけど、フクロウがですね水タイプで、こいつは豪属性キラーのトリプル S マイナスを持ってます。で、敵が必ず炎タイプじゃなかったら、まあ、いけないことはないけど、最大火力を出すんだったら、とりあえず炎タイプ。で、人間キラー、グールキラー S プラスで 1.5 倍と、人間キラー GS 持ってるんで、相手が人間かつ、炎属性の、駆逐対象が欲しいんですよね。で、一応相手は、駆逐対象は人間なんですけど、炎タイプがいないんですよ。なんで、今回仕方なく最大火力、スキルの単発火力を見るために、ピエロに来てます。なんで、トータルの、駆逐全体を通して、まあ、10億出せよ、15億出せよって話じゃなくて、とりあえずスキル一発でどれぐらい出るかみたいなのをちょっと見ていきたいなと思います。まあ、それを見るにしても、敵は人間が良かったんですけど、ピエロってグールだよね。なんで、こっちのグールキラー S プラスの方が、バフとしては乗る形になります。本当はこっちの人間キラー GS の方を乗せて、2倍にしたかったんですけど、今回は 1.5 倍の方ですね。やっていきましょう。で、こいつのスキルは武器耐久値削りがないんで、まあ、一応倍率を見とこうか、じゃあ。熟練度マックスに、しています。で、自身の攻撃を 2.75 倍にして、敵単体に攻撃力9倍のダメージと敵前衛に、攻撃力2倍の3連ダメージなんで、9倍のダメージを1回ドーンって当てて、その後に、攻撃力2倍の3連ダメージをドンドンドンって当てる。なんで一発目ですね、一発目の火力がどれだけ出てるかっていうのが見どころですね。こいつはロマン砲を打って、最後バラバラバラって全員を処理しますよみたいな、そういうスキル内容になっています。じゃあとりあえず一発、まあ自分の攻撃にバフをかけるために一発とりあえずスキル打ちます。武器耐久値削りがないんで安心ですね。で、連撃もそんな多くないんです。はい、じゃあとりあえずこれで自分にバフはかかりました。で、とりあえず20発殴って、まあ、入るはここはもうただちょっと飾りとして連れてきてるんで、ここではフクロウを見ていきましょう。で、普通の単発的にはクリティカルが出た時に66万68万ぐらいは出てますね。で、アリマのブレイクバーストをかけていきます。で、アリマのバフをかけるとフクロウの 2.75 倍っていうバフより低いバフがかかっちゃうんで、とりあえずここでは置いとくんですけど、じゃあ、今からフクロウのスキルをちょっと単発見ていきましょう。で、バフが乗った状態で普通のアタックポイント1使ってやるアタックが今151万ぐらい出てた。まあ化け物だねというわけで、やります。スキルこれよく見ておかないとね、見逃すんだよね。おーっと待て、1300か今1300万出てた。この前1000万出て喜んでたけど1300出てた今。1300か、1300だよな。もう一回ちょっと試していくか。スキルの溜まりやすさ考慮するか、まあとりあえず入るも打つか。かっこいいな。じゃあとりあえず店長にスキルが回るような立ち回りちょっといきますか。っていうかこんなことしてたらね、ピエロがねお亡くなりになっちゃうんだよね。あんまスキル打たない方がいいな、入るの。で、相手麻痺ってるし、入るも自分のキラーが乗ってる状態ですね。とりあえず店長、もう一回スキルって確認してみよう。クリティカル出て1300万だったのかな。あー、くそのもの。おっと、今1500万出てたね。で、この時点でもう1億は乗ってるんですよね、トータルダメージ的には。入るもバフはかかってないからね。入るって自バフ持ってないよね。うん。そうか、ハイルの防御力ダウン 0.3 倍が入って、フクロウの火力をまた上がってるっていう、そういう状態ですね。で、まあちょっと死神くんにあんまり削ってほしくないんですけど、駆逐でお願いします。死神くんも特攻乗ってます今ね。
この子も今特攻が乗ってる状態なんで、あんまりその殴ってるとピエロが死んじゃうっていう状況ですね。はい、じゃあこの子には退出していただきましょうか。もう一回袋を出して、任せなさい。でまた袋にスキルが回るような立ち回りをしていくんですが、怖いですね。まあ、まだピエロ1億以上あるんで、このターン中に死ぬってことはまあないかなと思うんですけど。さあもう一回撃ちますよ。悪そのもの、1599万出た、まあおよそ1600万は出てるっていう、えげつねえな。マジで出ま、次のターンピエロは死ぬんですけど、んで、まあまだあいつあるから、いや、有馬で削って、有馬でまたブレイクバーストをかけていきます。んで打って、悪そのもので、またさっきと同じように削っていくんですが、ここは一旦袋だけ殴る。他のやつ殴ってた、本当もうあとあいつ体力いっ、あーこのスキルで死ぬぞこのスキルで死ぬな。あいつもう348万しか体力ないんで、これが最後のスキルですね。1600万出ないかな、ここで。うん、まあまあ1570万やべえ火力が出てるな。これ人間キラーの方で今 1.5 倍のグールキラー S プラスの方でやってるんですけど、人間キラーの2倍が乗ったらどうなるのかなやばいような気がするんだよ。まあそれをね、今回の、占領戦期間中では多分駆逐対象が入れ替わらない限りできないんですけど、やりたかったな。せっかくグル側なのにな、店長を生かす駆逐対象が出ないっていう、惜しいですね。はい、ということでこんな感じですね。まあもっともっと根詰めていけば、今一旦でとりあえず一旦目でどれぐらい1億な、どれぐらい手抜いて出たから、まあまあまあ相手が人間でもっと根詰めて完璧な状態でやれば、もっともっと火力は出て10億いくんじゃないかな、この調子だと。どうなんでしょうか。というわけで、まあこんな感じですね。スキル単発、一撃目ですね。一撃目の9倍が乗ったスキルが一応約1600万、まあ厳密に言えば1599万ぐらい出たんですけど、まあそこは試写購入してね、1600万出てました。はい、とんでもない化け物ということで、お疲れ様でした。